パソコンを使った新しいソロ版学習、デジソロの紹介です。デジソロとはデジタルソロ版即習教室のことです。大阪府八尾市の教材メーカーアーテックさんが開発したパソコンを使って学習する新しい形のソロ版教室です。パソコンを使うことでソロ版を効率よく学ぶことができます。一般的なソロ版教室では問題の答え合わせを先生や生徒自身で行うという流れです。その際、個々の理解度に差があったり、採点の待ち時間が出るなど、学習時間のロスが発生してしまいます。一方、デジソロではパソコンとの個別学習のため、全ての問題でパソコンが瞬時に答え合わせを実行します。間違った場合はパソコンがすぐに答えを示したり、正しい指の使い方を繰り返し確認することができるため、学習時間のロスを大幅に解消でき、集中力の持続を促します。従来のソロ版教室ではできなかった効率性を追求するシステムこそが、デジソロ最大の特徴です。キーポンラボのデジソロでは、ウェブ予約を採用しているため、先着順で受講時間を自分で自由に決めることができます。授業では生徒専用の ID でログインするため、授業内容詳細や正答率などを指導者が把握でき、より効果的にアドバイスができます。また授業の最後にその日の生徒の受講内容を記録した今日の記録をお渡ししています。保護者の方も安心してお子さんの学習成果を確認することができます。ソロ版学習の他にもスートレやデジソロ検定などのモードがあります。スートレでは前回までの自身の記録を確認したり、グランプリモードで全国順位を知ることができ、生徒たちは目標意識を持って学ぶことができます。デジソロ検定は独自のソロ版検定で、15級から1級までのレベルがあり、パソコン上で受験することができます。キープオンラボでは暗算能力をより早く身につけることを第一に進めています。暗算能力を身につけることを目的にするのか、通常のソロ版教室同様に検定での進級を目指すのか、デジソロの受講目的を明確にすることで各自様々なゴールが設定できます。また在学中であればキープオンラボのカリキュラムやパソコン学習、各種イベントにも参加できます。ぜひお気軽に体験にお越しください。八尾市光町01コミュニティ。